今日は東京ディズニーランドホテルに泊まります。ドアが閉まります。6階だよ。このホテルは東京ディズニーランド正面にあります。ビクトリア朝様式の豪華な雰囲気で、ディズニーのモチーフが館内随所に織り込まれて、ファンタジーな世界観がとても人気です。今年3月31日までの期間限定、東京ディズニーリゾート40周年ドリームゴーラウンドグランドフィナーレのオリジナルグッズが付いたプランもありますよ。これから夕食を食べにディズニーシーリゾートラインに乗ってディズニーシーミラコスタへ向かいます。地中海料理レストランオチェーアノで40周年のディナーコースを頼みました。こちらのレストランではディズニーシーのショーを見ながら食事をすることができます。それではレストランから見れるディズニーシーのショーを少しご覧ください。ディズニー40周年限定プレシャスセレブレーションセットは、こちらのケーキとプロのカメラマンに記念写真を撮ってもらうことができます。今夜は早めに寝て明日のディズニーランドに備えたいと思います。ディズニーのホテルに泊まると一般ゲストより15分早く入園することができます。今回はディズニーパルパルーザの第1弾ミニーのファンダーランドが開催されていました。ディズニーランドバンドの演奏素敵でしたね。それではいろいろなアトラクションに乗っていきたいと思います。ディズニーランドに入園をしたらすぐに公式アプリでスタンバイパスをゲットします。ショーやグリーティングのエントリーもありますよ。ジャンブリーミッキーが初めての方でも練習の時間もあります。もうジャンブリーミッキーだぜ、知ってるよっていう人も、この時ばかりは恥ずかしさを忘れて一緒に踊ったらすごく楽しいです。ジャンボリーミッキーのジャンボリーとはみんなで楽しく陽気に踊り騒ぐということを意味するそうです。次はお昼のパレード、ディズニーハーモニーインカラーです。鮮やかなハーモニーの世界をテーマに色とりどりの花びらであふれるパレードです。公式アプリではプライオリティシーティングというレストラン予約のサービスもあります。それではシンデレラ城の中に入ります。シンデレラ城の中にはガラス細工の職人さんたちがいます。こちらで購入したガラス細工に名前を彫っていただくこともできるそうです。蒸気船マーク・トゥエイン号、マーク・トゥエインとはトム・ソーヤの冒険でも有名な作家のお名前です。マーク・トゥエインというペンネームは川を蒸気船が航行する際、蒸気船が座礁せずに安全な限界の浅さ2ファゾム約 3.6 メートルという意味があるそうです。次はミニーのファンダーランド、可愛くポップでちょっと不思議な世界をテーマに、ミニーと仲間たちがとびきりキュートでエネルギッシュなパレードを行います。またこのパレードで注目したいのが音楽で、ミニーを主役にした楽曲を聴くことができます。この他
にもカヌーに乗ったり、さまざまなアトラクションに乗ったり、ミッキーのフィルハーマジックやマジカルミュージックワールドなどとても楽しかったです。ミニーマウスのグリーティング施設、ミニーのスタイルスタジオでは、ミニーと一緒に写真を撮ることができるそうです。実はミニーちゃんってファッションデザイナーだったのですね。ミニーはニューヨークのファッションウィークでランウェイを歩くモデルだったり、自分のブランドのステージを持ったり、超やり手のできる女の子なんですって。ミニーのスタイルスタジオは、ミニーの仕事ぶりを見学できる場所でもあるんですね。エレクトリカルパレードを見に来たら、ちょうど桜が咲いていました。子供の頃見たエレクトリカルパレードを思い出しました。このパレードが終わる頃には何とも言えない寂しさがありますが、その余韻を感じながら夢の世界から帰った思い出があります。初代のエレクトリカルパレードは電飾が50万個使用されていたそうですが、現在は100万個使用されています。電飾に加えLED ライトや光ファイバーなど最新の技術が使われています。エレクトリカルパレードドリームライズをどこで見たらよいかわからないときは、近くにいるキャストさんに聞くとすぐに案内してくれるので、聞いてみてくださいね。この幻想的なパレードを見届ければ、パークで過ごした一日がより一層大切な思い出になることは間違いなしですね。ディズニーランドに来た際は、パークでの素敵な一日の締めくくりに、エレクトリカルパレードドリームナイツで贅沢なひとときを過ごしてくださいね。今回は贅沢にディズニーに泊まって夢の国を目いっぱい満喫することができました。夢と魔法の王国、東京ディズニーランドへ皆様もこの春出かけてみてね。それではまたね。